さて、えー、ではですね、続く第1次マスカ内閣ですね、えー。第2議会です。ウィントが軍艦建造費カットを削減しようとします。えー、海軍大臣カベヤマスケノリが万有演説という演説です、ねえー、まあ、それに対してね、えー、みんな品宿ということで、えー、議会が回らず、議会を解散します。ところが、これもあると選挙に勝てそうもないので、ね、内務大臣品川弥次郎が有名な選挙干渉を行うわけですね。 え、それでもですね、最終的には民党がなお多数ということになってしまうんです。で、次の議会でそのことがですね、追及されます。で、結局ですね、議会終了後、まあ、内閣は終わって、で、品川らはですね、政府を離れて国民協会でね、新たなる、いわゆる政府側政党を作っていくことになります。はい。で、続く第二次党内閣は元君内閣。 えー、ということでですね、えー、元君総出の内閣とも言って、えー、元首相をしていた黒田さんとか、山原さんも閣内に入れということで、みんなで対応していきますで。伊藤さんは伊藤さんで自由党に接近していきます。で、第四議会で、また民党が軍艦建造費カットを、そういう中、天皇に頼んでですね、えー、憲官証書,書、正式名称和中共同の見事のり、これもね、旧スレ出てますから覚えてくださいね。 この結果ですね、皇室費用や、あと、役人の給与を10分の1カットする。で、軍艦建造することに使うので、えー、議会も協力しろというお言葉が出るんです。この結果、ついに予算案が成立します。今まではですね、予算をめぐってずっと政府と民党が対立していたんですが、そういうことをやめろということなので、予算をめぐる対立がついにこれをもって終止符を打つということになるんです。そこで今度は民党側は別の視点、 条約改正をめぐる対立へと向かっていきます。それが次です。第五議会です。外務大臣、むス・ムネミスが内地雑居承認。内地雑居って何かというと、外国人の国内旅行と土地所有の認可なんです。そもそも居留地という条項があってそこから出れないんですが、いや、自由でいいよ。それに対して妥協した条約改正するなそれが対外公派連合です。 えー、立憲改進党を中心に、幕末の通商条約の居留地条項を順位させ、不便さを痛感させることによって交渉有利に進めよう。だから我々は、ほら、法権がですね、えー、違う法権認めてますから、裁判できないじゃないですか。えー、それから、漢字事件がなくて困ってるじゃないですか。彼らもう自由に出歩きなくて困ってるでしょ。お互い様ですよね。だから、あちら側から不便だから条約改正したいって申し出るように、あえてね、こっちが妥協する必要はないんだ。という強気でいけたのがこれです。 で、現行条約、霊行権議案、現在のものでいけど、これを議会に提出。で、解散し総選挙します。えー、ところがですね、なんと、対外公派連合のがかなりね、また人数を増やしたんです。で、自由党は対外公派連合には含まれていないんです。いないんですが、一緒になって、内閣弾劾上訴案というのを提出して可決。 で、急遽その後解散しますが、え当、ー、学の乱いわゆる日清戦争に向かって政府は動いていくことになります。そこで戦争中はあ足を引っ張るわけにいかないので、政府と民党が対立を中断し、定型の時代へと向かっていくわけですね。立憲自由党はこの頃自由党となってます。そして、えー、立憲改新党はそのままで、立憲聖政党が国民協会となって、品川矢次郎が中心でしたね。 で、この二つが手を組んだのは対外公派連合というものです。えー、自由党はですね、後に第二次党内閣と提携していくことになります。まず、第二次党内閣日清戦争に勝利し、自由党との提携が公然化していきます。で、板垣大助が内務大臣に入閣していきます。えー、一方、その後の第二次松原内閣は新歩党と提携しています。新歩党は中立憲改新党です。 え、立憲改進党は流れが名前変わって新法党になってます。新法党は、え、第2次松方内閣とこうやって提携していくわけですね。で、その大隈主義の部を外務大臣にし、え、大隈それから松方の連日だから昭和内閣なんて言い方をします。はい。で、新法党党員がこの頃官会の進出が目立ちます。で、えー、軍事史拡大のため地図を増長しようとしますが、結局閣内不一致となります。 え第3次伊藤内閣です。はい、1898年、地層増長など増税案の提出。で、これに対して自由党と新歩党が否決。で、伊藤は議会を解散します。えー、自由党、新歩党が合同して県政党という政党を作ります。すごいですよ。もうこんな巨大政党は無理です。伊藤は言論会議で対抗して政党を作ろうと言いますが、却下された,ため辞めます。 この後、第一次大熊内閣が登場します。えー、これですね、まず、板垣が内務大臣、大熊が総理大臣、だから、Y 藩内閣、なんて言う方とします。陸軍大臣、海軍大臣を除いて、すべて政党員で構成、初めての政党内閣ということが言えます。総選挙の結果、この県政党、巨大政党、300分の260、すごいですよね。 しかしながら、実は数ヶ月でこの内閣は潰れてしまうんです。それが、この共和演説事件です。文部大臣の尾崎幸雄さんが、もし日本に共和制、いわゆる大統領制です。を導入した場合は、はい。三井や三菱が大統領候補を出すだろう。金持ってるからですね。それぐらいみんな、金権腐敗してるという例えなんです。しかしながら、例えであっても、日本は天皇制の国家ですよ。ね。そこで、えー、しかも大臣っていうのは天皇の補佐保室なんですよ。 それがとんでもない。不敬じゃないか。みたいな話になるわけですよ。で、結局ですね、問題だってことで、尾崎は辞めることになります。で、誰が公認になるのか。公認はですね、犬飼強さんがなったんです。問題なのは、この尾崎幸雄さんは、旧進歩統計、立憲改進党の流れ。公認の犬飼強も旧進歩統計、立憲改進党の流れです。だけど、旧自由統計に言わせれば、お前らが問題を起こしたんだから、公認は自由統計になるべきだ。 いや、自由党は随分人数を出してるんだから、文部大臣のポストは立憲改新統計進党系、新法統計の方のポストなんだから、我々が出して当然だと。公認がどっちの政党の出身の人が出すのか。という、そんなくだらない話ですよ。それで結局、揉めてしまった結果、政党が分裂してしまったわけです。はい、旧自由党系を憲政党といい。旧新法統計を憲政本党と言います。この結果、閣内不一致となり、内閣総理職となってしまったんですね。 はい。ということで、今言いました。まずこの自由統計と、この進歩統計が合体したのが、県政党です。この元で最初の政党内閣、第一大熊内閣が登場しますが、今日は演説事件をきっかけに、県政党と県政本党に割れていくということになります。えー、上の方の流れはね、えー、結構簡単ですね。自由党、立憲、自由党、自由党、ずっと県政党です。下の方の流れは、 元々、立憲改新党が新法党、憲政党、憲政本党、結構名前が変わっているのは2番目のラインということになります。はい。では、この後、第二次山形内閣は徹底した政党潰しを行います。政党や社会運動を嫌悪し、その勢力を抑圧する姿勢です。えー、まずですね、えー、地層増長の実現、憲政党を利用して地層を3.3%に上げます。その一方、政党勢力が政治に介入しないよりまず文化任用令を改正しまして、 はい。政党員の官僚への進出を防ぎます。軍部大臣現役部官制もつくに、えー、政党が軍に、えーまあ、影響力を持てないようにしていきます。で、選挙法を改正しますで。それまでの15円から10円に下げる一方、大選挙区制に変えていったんですね。こういう中、県政党はですね、まあ、旧自由統計です。えー、利用数だけ利用されて税金を上げた後ですね、 かえって自由党を潰し的な政策が行われています。自由党は、元々立憲、えー、これはですね、えー、政党は旧自由党ですね。旧自由党、憲政党は、地方の、いわゆる農民が、自慢の政党です。だからどっちかというと小選挙区が強いのに大選挙区がにされてますよね。非常に困ってるんです。そこでですね、なんと伊藤さんに泣きつくんです。伊藤さんね、そろそろ政党を作んなきゃいけないと思っていたんです。で、えー、保守党俺ら政党と手を組むんですね。 で、作ったのが立憲政友会です。立憲政友会は、もともとですね、はい、あの板垣が作った自由党、アンチ政府の一番でかい政党でした。ところが、当時の政府のトップ、伊藤の政党になってしまったわけですよ。それを見て、光徳周水さんは情けないと。自由党を祀る分、あの自由党が死んでしまったというですね、批判ですね。えー、それを世論調法で書いています。で、第四次党内閣は、この立憲政友会を基盤に組閣します。 今までは貴族院が味方、衆議院は敵。今回衆議院味方なったんですが、逆に貴族院が足を引っ張ったため、短命内閣になります。この後ですね、山形は後輩の桂太郎をバックアップし、桂内閣が続きます。伊藤は西園寺にこの立憲政治会を譲り、西園寺内閣が続いてきます。これをね、桂と西園寺の内閣、敬営内閣なんて言うことをします。桂は軍官僚貴族院勢力を背景。 西園寺は立憲政友会を背景に組閣していくことになるんです。ということで、はい。この憲政党が中心で立憲政友会、伊藤博文さんが1900年作ったんですね。これを自由党を増する分で批判したというのが今の話でした。